メロンソーダメロンソーダは炭酸飲料の一つで炭酸水に食用色素で緑色に着色し甘味料で甘みをつけるなどしたものである。夕張メロンなどメロンの果汁を入れた炭酸飲料もある。喫茶店などで単にソーダと呼ぶときはメロンソーダを指すことが多い。またソーダにアイスクリームを乗せたクリームソーダのベースとしても用いられる。ただし、 沖縄県や諸外国では、クリームソーダという場合、普通はソーダにアイスクリームを乗せた飲料ではなく、バニラの香りがする、茶褐色の炭酸飲料を指す。その名に反し、基本的には、メロンの果汁は入っておらず、着色料が用いられている。風味は、香料やクエン酸、リンゴ酸などの酸味料によるものである。メロンソーダは1970年代まで緑色の、 タール系合成着色料を使用していたが、近年では健康上での問題の懸念も一部で指摘されていることから天然着色料が用いられているものもある。同様にオレンジ味の炭酸飲料も無果汁であることが多い。通常は市販されている完成品を購入するが、かき氷用のメロンシロップを炭酸水で割ることにより、家庭などでも作ることができる。 粉末ジュースとして販売されているものもある。ファミリーレストランのドリンクバーの飲料として提供されていることも多い。ソーダのみで食すだけではなく、メロンソーダ味のアイスキャンデーやケーキなども販売されている。ソ連でもメロンソーダに似た炭酸飲料、タルフンが流通していた。カッシャソーダ北海道、以降果汁入りメロメロ、日本農業新聞2018年6月8日。 読売新聞長官2018年7月15日読みホット、行天ご飯、メロン丸ごとスイーツ。添加物だけで作る、果汁零パーセントジュース食の実態紹介、佐賀で、講演会、朝日新聞長官、佐賀全県、一地方版、2009年1月26日、P21。別冊宝島1519食品のからくり11。 偽物食品作り最前線激安の裏に添加物。宝島社2008年8月8日。ISBN 978から47億9666万1768。もう一度食べたい。ジュース青春追憶。粉末ソーダ水。毎日新聞東京長官2006年5月17日。P14。メロンとコーラ。 舌触りメらかキャンデー発売、朝日フードヘルスケア、読売新聞東京長官、2005年5月29日、P13。生活調べたい美容に料理、女子力男子20代中心に増加市場も、注目、読売新聞東京長官、2015年6月30日、P19。ソ連時代から続く庶民の味、朝日新聞デジタル版。 2013年11月14日、ありがとうございます。